世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。森本慎太郎が見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界。新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイスズ。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイスズ in the case of 慎太郎森本。コロナでオンライン授業になって、先生と対面で会わなくても質問できる環境があるといいなと思ったのがきっかけです。高校生の森本が開発したのは、勉強などでわからない点を学校内の先生や生徒に匿名で質問できるアプリ、クエルマップ。例えば英語でこんな質問をすると、先生をはじめ生徒からも回答が寄せられる。質問するのが恥ずかしくないと好評だ。休日でも疑問に思った時にすぐに質問できるところがいいと思います。ハロウィンのイベントとかもなんか聞いたりしてる人もいて、結構盛り上がってるなっていうふうにも思いました。何でも聞いてます。質問してる生徒が誰かは僕らは分かるので、こういうところは分からないんだなとか、そこまでは分かってるんだなっていう、そのレベルが把握できるので、それでいいかなと思ってます。森本は高校生で起業し、現在アプリは福井県の2つの高校と兵庫県の1つの大学で導入されている。県から補助金を認定を受けて、ほとんど自己資金なしで起業して経費も賄うことができました。新しいこと、変わらないセオリー。小学生からコンピューターでプログラミングを始め、ロボットコンテストにも出場。自作のゲームなどを作ってきた森本は、アプリの制作経験はなかったが、独学で研究、すべて一人で手掛けた。アプリのメンテナンスなどもそんなに大変ではないですし、来年大学生になるので、今よりも自分の時間を長く取ることができて、この活動をさらに広めていくことができると考えています。フレッシュフェイスズ、その先は協賛企業を募り、企業と高校生が直接つながれる場を作りたいと考えています。目指すのはまだできていない収益を生み出すビジネスモデルを作ることだ。将来はマーク・ザッカーバーグやジェフ・ベゾスのように自分で新しいサービスを作り出して運営していくっていう起業家に憧れてます。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りしました。